趣味消しの中で一つの葉が落ちることは一つの世界が終わることを意味する。枯れ葉が落ち消え、無存の海に溶けて無限抱擁になる。しかしこの記憶だけの世界では意味が違う。すべての景色が過去のものだからこそ、終末へと向かった世界は消滅の瞬間に停止し、記憶の僕にとってそれは終わりのない傾聴、瞑想、それと明記を意味する。命の帝国、死、喜びと悲しみを聞いた。世界の誕生、消失、繰り返すことを考えた。僕たちの善行、悪行、そのすべてを記憶した。来訪者、君の心に迷いがあるようだね。行ってみてごらん。あなたとケビンは窮地の中。そうよね。火を追う賀に入る前から互いに知っていたんでしょ？彼は僕の親友だ。ずっと。あなたたちの過去を見せてもらったわ。君のおかげで彼の未来を知ることができた。今でも彼はあなたの知る彼と同じだと思ってるの？ケビンの選択が正しいかどうか、それは後世のものが決めるだろう。たとえ時が移り変わっても、人の心には消えない、変わらない何かがあると、僕は信じている。それも、各社としての答え？これは、スーとしての答えさ。やあ、来訪者。どうやらここに慣れてきたみたいだね。そうね。あなたの友人の考えが読めないこと以外は。エリシアのこと？残念ながら、僕も彼女の考えが読めないんだ。精神感知型の融合戦士のあなたなら、人の心がわかると思ってた。できないこともあるさ。エリシアは特別だ。戒律の名を持つもう一人の戦士でも彼女を制御できなかった。これだけ性格の違う人たちと会った後だと、あなたの方がこの集団の中では異物だと思えてきたわ。終わろうとする世界の中、欲望と執念を持つ人は、より遠くまで歩ける。それは僕も例外ではないんだ。かつての僕は医師で、人々を助けることが僕の渇望だった。人々の苦しみを和らげたい、傷跡を癒したいというのが、僕の執念なのかもしれない。でも、あなたは孤独な、ゴージャ計画を託された。僕は孤独ではないさ。外のことが気にならないの？例えば未来のあなたがどこにいるのか、何をしてるのかとか。僕はどれほどの世界を見るのだろうか。どのような思考を持つようになるのだろうか。長い時が流れ、数え切れない可能性を見た後、僕の考えは変わるのだろうか。残念ながら、今ここにいる僕には、そういった疑問を確かめることはできない。でも、同じ存在として、スーは自分の選んだ道を歩み続けていると、僕は信じている。それも、あなたが予見した結果なの？自分の未来は予見できないさ。あくまで希望だよ。
みんなと同じ、僕は自分自身の執念を信じている。いつか、君が未来の僕と出会ったら、僕の代わりに、その答えを見届けてほしいんだ。